水の都、商いの町と呼ばれる大阪の中心から世界へ羽ばたいてほしい。そういった思いから、本学の入学式はキャンパスではなく、大阪の中心である中之島、大阪国際会議場で行っています。大学、短期大学部合わせ約1000名の学生が目標に向かって走り始める日。何回か参加させてもらってて、学校の雰囲気とか生徒さんの感じとか先生との距離とか見てたらすごい私に合うかなと思ったのと、あと自分が興味があることを勉強できそうだなと思って。高校時代の先生がなんか人とのつながりを大切にしろって言ってたんで、まあ人脈とかを広げていけたらなと思ってます。将来石垣島に戻って活躍できる人材になりたいです。自分が中国語を勉強するので、留学もなんか長期間の留学とか行ってみたいなって思います。東京オリンピックとかで海外から来る人たちに観光の勉強をして、そのことを生かした仕事に就ければいいなって思ってます。英語はもうだいぶ話せる程度までレベルが来たので、あとはもうスポーツを学び、その英語とスポーツを2つとも生かした仕事に就きたいなと思います。沖縄の大学にはないことが多くて、まずチャレンジ精神っていうこの学校のモットーがすごくて、この学校でなら挑戦したいなと思って。もちろん日本語をもっと勉強してもっと上手くなるようにしたいなと思って、そしてなんか日本の文化も学びたいなと思って。将来はスポーツトレーナーか体育教師になりたいと思うので、まずその専門に合ったことをしっかり学んでいきたいと思っています。もっと自分の将来の夢を広げていきたいなと思っています。新たな環境、新たな出会い、新たな自分。学生の数だけ夢があります。大阪国際大学は学生の夢の実現をサポートします。